失礼しました。メンバーご覧になって印象どうでした？そうですね、やっぱり遠征はもう多数ね、いましたし、まあ、力関係も分からないところに変わりましたので、まあまあ、楽しみな一戦ではあるなと思ってました。レース振り返っていただきたいんですけれども、今日は花に立つと決めて臨んだんでしょうか？そんなことはなくて、まあ、うちの方に速い馬がいれば、それを生かして2、3番手っていう方もあったんですけど、まあ、ゲートを出た瞬間にあまりにも速かったんで、そう思ってました。道中どうでした？ちょっと引っかかってるぐらい元気よく行ってるタイミングで走ってましたね。直線の後続を全く寄せつけず強い競馬でした。ゴールした瞬間どうでした？本当この馬すごいなと、強いと一言です。移籍してまいりまして、今日が6戦目ということになりますが、馬にまたがっていて成長は感じてますか？そうですね、やっぱり前走の綱かぶった競馬でもあるそれなりの結果を残してくれましたし、やっぱ気象面でもすごく成長を感じてます。カンザムジャパン2019の3歳シーズンですけれども、これで一つタイトルを取りました。今後に向けてどうでしょう？そうですね、今後についてはまだ、ね、相談しながらなんですけど、まあ、ぜひ狙えるものがあれば考えていきたいんですけど。どうでしょう？今後皆さんに報告を聞かせてください。そうですね、まあ、予選、どの予選に行くかはまだ未定なんですけど、まあ東海ダービーとか、まあ、1頭 MSP という強い馬がいるんですけど、まあ、それに負けないように頑張っていきたいと思います。優勝ジャッキー友森翔太郎でした。おめでとうございました。スポーツ杯第17回若田賞 SP マン競争の表彰式を行います。はじめに優勝馬ゴールドリング号の栄誉を称え、関係者の皆様に対しサンケイスポーツから賞品が贈られます。プレゼンターはサンケイスポーツ営業局局次長